カジマとハスラー小ネタいきます。今回はこちら。はい、これ車のカスタマイズとしては結構メジャーな部類ではないでしょうか。ルームランプの LED 化。もともとついてるルームランプって電球色で暗くて、たまにもうちょっと明るかったらいいなって思うことないですか？そういう場合は LED 化。ただこれ実際賛否はあって、 LED 化すると明るすぎる、直視すると目がーってなる、で、あと LED 化すると外から中が見えやすいんでちょっと恥ずかしいっていう、そういう弊害もありつつも、僕はやっぱり明るいの大好きなんで今回 LED 化しました。ただこれ僕の経験値と技術、スキルが足りなかったんで、はい、これもうルームランプカバー外れてるとこなんですけど、ここわかります？苦戦した跡あるでしょ？いや、そう、ちょっと傷つけてしまいました。これ仕組みとしてはすごく単純で、カバーの上下に爪があって、それが本体に引っかかってる感じなんで、内張り剥がしみたいな薄い器具でぐっと差し込んでやれば爪が内側に倒れて外れてくるはずなんですけど、僕は全然うまくいかなくて結局傷つけちゃいました。そこで今回これ、 Amazon で結構評判の良かったルームランプカバー外し、こういうものを買ってみたんですけど、実は今ご覧いただいた通りもうカバー外れてます。これちょっと車屋さんに行く用事があったんで、その時ついでに外してもらいました。っていうことで、せっかくこれ買ったけどルームランプのカバーなんかそうそう外すことはないんで、おそらくこれ次車買う時まで必要ないかもしれません。はい、ということで、もともとついてるルームランプはこんな感じ、電球色でやっぱり暗い、はい、こんな感じです。で、今回購入した LED、 これにこういうアタッチメントをつけて、さっきの電球の部分にはめていきます。はい、取り付けるとこんな感じで、これつくか試してみると、あれ？つかない。ということで、さっきの電球みたいなやつ、裏返してつけました。その結果、はい、ちゃんとつくようになりました。で、あとは後ろの粘着シートを剥がして、はめ込むだけ。はい、こんな感じ。そして僕が外すのに苦労したカバー、それをセットしてあげると、はい、これでおしまい。明るくなったのはいいけど、やっぱり眩しすぎるイメージもあります。直接見て目がってならないようにお気をつけください。リアのランプは簡単に外れたんで、こちらも似たような手順で変えました。これで車内 LED 化成功で、ただ今回ハスラーに乗り換えて思ったのが、ちょうど車の天井の真ん中あたりにルームランプがない、これはちょっと僕的にはバッドポイント、前と後ろにしかないんですよ。ここはちょっと残念でした。で、あとこのセットについてきたおまけ、ナンバープレート等にも使えるって書いてたんですけど、これを、これナンバープレート等、これ外して変えてみたんですけど、なんかうまくつきませんでした。こういう説明書が入ってたんで、この通りやってみようかとも思ったんですけど、今回また別のナンバープレート等注文したんで、これつけるのをやめておきました。ということで今回、ほんと手短ですけど、ルームランプ LED 化してみた。ただし、僕みたいに変にこぜて傷つけないようにご注意ください。しっかりした道具を使って、思い切って奥まで差し込むと外しやすいみたいです。いや、僕はもうちょっと苦手意識ついたんですけど、もう当分触ることはないんで、このあたり少しでも僕の失敗共有できればと思いました。反面教師にして皆さんは失敗しないようにお気をつけください。はい、それではまた次回、カジマとハスラーでした。